棚橋博士のポッドキャストオフはい始まりました棚橋宏士のポッドキャストオフですえー、今回も元気よくはい吐、えー、き吐きとはい滑舌よくはい、えー、やっていきますはいもう1回くらいなんかあったらあるとかったな、はいね、いや大丈夫ですか <laughs> なんか毎回言ってるかなと思って <laughs> なんかこうはい ねパワフルにとか。そうですね。ね。お行儀よくとか。わからん。わかんないけど。ね。手っ取り早くとか。ね。これはな形容詞ではないです。形容動詞になるんですかね。形容詞とか美しいとかね。ね汚いとか。形容動詞。 まあそういうことですよあのはい。ちょっとよくわからないよくわからないですけども張り切ってやっていきましょうということで今回のメンバーは100年に一人に伝なただな白石とはいマシモです結構ね久々というかそうですね対面ではねちょっといろいろあったじゃないですか意外とそうなんですね一回こうねリモート挟むと久しぶりに会えて嬉しいというあざっざ 今日もねねついちょっとご飯を食べそうです収録前にランチも行きましょうか僕たちお気に入りのね韓国料理屋さんがあるんでね辛い辛いと言いながらね最初にむせてしまうというむせてから元気になるという一回むせてからねむせたあにちょっと美いしさがおすすめですけど僕のダイエットが遅延するというね事態にならないように。 あれねカプサイシンってねやっぱ唐辛子成分がたくさん入ってるから辛いですかゼロカロリーですよサンドマンスまあちょっとそうですねねいすごく聞いてみればゼロカロリーに近いねまあまあまあねまあ横道をそれずに今回もね話すこといっぱいありますけでそうですねちょっとここで時間をね費やすといけないのではい えー、僕はです、ね、あのアメリカ大会で肋骨を骨折してシリーズ欠場と相になっていたんですが、はいえー、最終戦だけ間に合いまして5月3日の、はいえー、レスリングドンタクの、はい、ネバーシックスメ面には出ることができてで無事、はい、勝って。 そうですね。はい。いや正直、うん、最初にタナさんのツイッターがあったじゃないですか。はい。アイアムエックス。アイアムエックスはい。でねみんなえっと、はい、大丈夫なのかとの話。はい。みんなあんまり信じてなかったですけどね。ちょっとそのなんかそうですね。はい、<laughs> っていう何かネタなのかなみたいな。はい、うん。 アイアム X 歴がありますからねそうですねはい X と言いながらそうそうあれは2015年かはいなんかのね2月のシンスケの代打というかインターコンチのアイアム X って各国登場してはい で負けるというケニーに負けてしまってはい、はい、X はあ,のあんまりいい思い出がなかったんで,はい、はい、で今回ね勝ったんでそうですねはいだから何気に体感っていうのもねちょっとりり、はいだから US ヘビー落としてからは丸腰だったんでそうですよねいやー ネバーシックスメンの王者になってしま,いましたこれでもあの写真を見た時にやっぱりそのね、はい、棚橋岡田石がベルトを巻いてるっていうのは、うん、まあ絵面は強いですね絵面強いっすよはい <laughs> 本当にであのネバー6面は、はい、結構あの無差別級というかねジュニアの選手も入ったりするんで、はいはい もうこうがっちりヘビー級3人っていうのはなかなか絵的にはなかったのかなっていうね,、はい、うですよねちょっと新しいですし、うん、まああとこのちょっと事前にね、はい、いろいろともめたというほどではないかもしれないですけど、まあはい、石井さんがやっぱりちょっとね田中氏と組みたくないみたいな、はい、あったじゃないですかはいあの辺もねちょっとこうデリケートな感じでした、はい、まあ何も喋ってないですからねあってない何も喋ってない まあリング上ではちょっとそうですね。握手だけは挙手はして、で握手して、いやったって喜んだら、ただし喜びすぎだって。なるほど。そうそう。という意見もある。そうか格的格というか立場的にはお前握手されて喜んでる場合じゃないぞっていうような冷静なご意見を受けましたすね。あ、そんな意見も。はい。ああ。 いやでもね僕は嬉,嬉しい時は嬉しいって言うしいそうですよねやっぱりこう、うん、正直交わってなかったですもんね、はい、この2人っていうのはねなんかもう,こう戦いの中でシングルマッチの中でなんかちょっと認め合う部分はあったのあるのかなっていうのはあるんですけど、うん、いやおそらく石井さんって言わないけど結構田無さんへの、ね、思い出っていうのはあるのかなとずっと思ってましたんで。うんうん いやこのちょっとスリーショットね感慨深いですよ、はい、これちょっとも、ね、う、ね、はいまあだからこう岡田がかすがいというか,、はい、かいそうですねフォアかすがいじゃないですけど <laughs> <laughs> 岡田選手がいたおかげでこういうことも実現したと、はい、そうですね、うん、はい。であのー、試合後のコメントで岡田が言ったんですけど、はい、あのー IWGP のヘビーと IWGP の世界ヘビー以外初めて取ったベルトだはい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 ,はい、はい、これどうかなとどんな選手なんだっていう <laughs> そうそうそうすげえなーそんな人います世界中に、はいないですよねだから初めて取ったベルトが IWGP の世界、はい、あヘビー級で僕とやった時で初めて取ったのが IWGP 世界のはい I W G P ヘビー級です。そう、級ヘビー級、世界じゃなくて、そうですね。あれが初ベルトなんで、はいはその名称が変わって世界ヘビーになって取って、次ネバーシックス、ネバーシッ振り幅よ。これね、あの僕が岡田だったら、はい。ネバーシックスに挑戦しなかったかもしれないですね。ああ、まあ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 気持ちはね。 普通のレスラーだったら出世後的にね例えばヤングラインオンのトーナメントがあったりとか僕の場合なかったらアンダーサィーやっていってシンスケと i g p のタグとってってステップアップとともにベルトって増えていくじゃないですかそれが GP しか取ってないインターコンチも取ってないそうですねインターコンチも取ってないわ US ももちろん絡んでないで これでもまあちょっとこう邪推になるかもしれないですけど、はい、意外と岡田さんにとってはすごい嬉しいんじゃないかなっていうねああそ,そういうやっぱりそういうことを経てなかった人っていうあ確かになしかもねこのライバル、うん、まあそのライバルと先輩ね、うん、頼りになる先輩っていう最高のもし岡田にそういう思いがね、はい、あったとしたら、はい このタック急に熱いですよ。僕あると思いますよ、きっと。本当ですか。はい、はい、なんか、うん、なんか別にこ,このタなんか逆に言うとすごい可能性が広がってる感じがするので、うん、このベルト。まあそのよくね言うじゃないですかベルトを持つ人で、はいうん、ベルトっていうのはそのね価値観変えていくんだっていう、はい、そのまあ中村選手のねあのインターハイの歴史とかねどん,どん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 それで変わっていくものですから。はい。 これ、例えば、本当岡田選手、本当に、田中選手、石井選手、本腰入れたら。はい。もう、いろんなドリーム。なんですか。ドリームタッグだったり、ドリームマッチが。組めるわけじゃないですか、うん。うん。いや、このね、ネバーシックス面。の。この。立ち上がりというか。はいはい。ね。あの。こう、新日本。二年選手が増えて、あ層が厚くなって。 でメインとかね、はい、シックスメン、中盤のシックスメン、はい、シックスメンのマッチメイクがすごい増えたんですよ、そうですね、はいはい、それでこうそこにこうフォーカスを当てて、えー、中盤で面白いカードを組めたらというところの発想もあったと思うんですよね、それがこうまた次のステージに行けるというか、はいそうですね魅力的な3選手でチーム組んできてくれたら、いやそうですよ、ね、もういろんなチーム考えられますし。はい もうね魅力的な3人もうな,んならもうケニー、嫁がヤングバックスみたいなねああいいですね、はい、分かんないですよもうケニーは岡田に任せてくれますまあまあまあそういういろんな魅力的なサトリオっていうのが世界中にいますし、うん、俺はちょっと、ね、なんかメキシコのね、はい、文化として基本的に戦いは、はい、シックスメンっていうね,そうですね文化もありますしね。はいはい はい、だからメキシコのあのー、シックスメ面なんかは3人にね統一感のあるチームってすごい多いんですよね、はい、はいはいはい、はいはい、いいですよね何か出しますま統一感あれ統一感はないかな <laughs> 統,一<感>統一感は相当バラバラですねこれね、はい、僕が、うん、僕がちょっと黒っぽいコスチュームすればいいのかなそうですかねあん, <laughs> んまり統一感はないですね確かにね僕が石井さんに寄せればいいのかな そう確かに一斉黒だとこれちょっとハマるかもしれない。あいいですね。じゃ早急にオーダーしますね。黒。黒。黒長。黒橋。黒橋。確かにちょっとねいいですよ。このねちょうどタイツの長さもこう短い。あれじゃあ僕もハウスパッツにします？いきます？ハウ出しますか？美脚。美脚そうですね。あまり見てないですか。はい。うん。 この3人が取ったことによってちょっとまた新しいが、ね、このね「えー、ネバー・シックスメンに」に僕らが持ってるっていうところは先週が増えてきて石井さんがそれぞれシングル棚、はい、橋がシングル、はい、岡田シングルっていかなくても。はいはいはい ね、真田がチャンピオンだし凱旋来てした若い選手もいっぱいいるしっていうことでベルトを取って嬉しいという反面この新日本の選手層が厚くなっているとい,いう裏返しでもあるんですよね。 この工業のレイアウトを考えたときに、ね。はいはいはい、かっこいい言葉がいますね。今日の、今日の一番。<ー>もう出ちゃった。工業のレイアウトいやいや。いやいや、そうですね。僕は言ったことにします。<laughs> あ、ぜひ使ってください。あの。<laughs> ワールド中継とか。<laughs> 今日、今日ね、この後ね。あの <laughs>、うん、ワールド中継の。あね、いや、工業のレイアウト。<laughs> の何のことってただまあそうですよね、はい、こ,うこの選手がまあだから確かにその岡田選手棚橋、はい、選手がチャンピオンでない時に、はい、そのこういわゆるまあ人気選手、はい、エースをどこに置くかっていうのはやっぱこうね、はい、あれなので、うん、そういう意味で言うとこの。 人が入ってまあ、ここでまた一つ時代によってやっぱそういう、はいあのレイアウトはありますよね例えば僕が GP のチャンピオンだった時は,はい、はい、中村がインターコンチ巻いて石井さんがネバー巻いてまたタッグにあの、うんこちではなかったかな,なんかこうまあそうですね何か積み分けというかねそう,そうですね あって、うん、今だからそういう住み受けがない分、うん、ごちゃごちゃっとしてて面白いですよね誰がどこ行ってもいいっていう,う、ね、そうですね、うん、だからその時その時の持ってる選手によってまたベルトのね、うん、立ち位置というのは変わってきますしベルトがねあの,あのこの。 ここ年年でと増えたじゃないですか増えましたねこれが良しとするっていうねファンの人もいるしそれぞれ見方が面白いってあるし増えすぎなんじゃないかっていう一方そういう意見もあるんですけどもちろんもちろんそれはありますけどこれね僕は長期で見てるんですけどベルトが増える時期ベルトが減る時期減る時期 あると思うんですよね。はい。増える時期のじゃあ心はあの心はないですか。そうは特にないと。そうまあまあそのそういう時期はあるよ。増えすぎると減らしに行くし。はいはいはい。減りすぎたら増やしに行くしああ。なんかそういうまうまくできてるんじゃないかなと思ってね。うん。このやっぱりそのそうですよね。あの。 まあ、今の新日本のこの全体感を考えたらまあこれだけ必要っていう部分あるかもしれないし、はいうん、ある時期になったらちょっと多すぎる,うるそうですね、はい、またベルト、ね、ハンターというかベルトコレクターみたいな選手が出てきて全部取っちゃうみたいな、ね、総取りみたいな、ねはい、僕チャンスありますよそうですね俺俺か <laughs> 俺じゃないない <laughs> 今度もね、アメリカで、そうですね、USRC、これ、インターコンチ復活させるっていう作戦もありますか、せっかくあんなに頑張って、あれだけもめたの頑張って封印したのに、これはもめましたからね、いろいろな面で、だからちょっとね、いろいろまた、ネバーもフィンレイ選手が今ね、取りましたし。そうですね スロがね、ングを今度、ヒクレオ選手が取ったりとかいやー、ね、ヒクレオねで、あのー、タンガロアもね、はい、なんかこの間、誕生日でね、なんかハッピーバースデーみたいなってと見たんで、ちょっと状況はね、怪我の状況は分かんないですけど、やっとちょっと長いですもんね、はい、ねこれ、戻ってきたら、あの3兄弟ネバーとかねそうなんですよ。 力ですよねあんなバランスのいいチームないその3人とこの3人でめちゃくちゃいいじゃないですかしかもあの3人はもう兄弟っていうねそうですねちぎりがちゅっていうかこう遠い人も遠い人も遠いしかない人も遠い人もゆいりもない人も遠い人かはい人も遠い人そういうのを見てみたいですね いろいろねまあドンタクといえば僕あのね第一試合の前に第一試合第一試合の前にヤングライオンのありましたね大家の5分3人掛けはいあったと思うんですけどあれ死ぬほど多分きついですよあそうですか大家ぶっ倒れてましたからねああ やっぱ3試合を連続して5分といえど5分といえど向こうは100の体力でくるわけですよでピシピシなやつがどんどん現れるとフレ,ッシュフレッシュライオンがダメージライオンにフレッシュライオンが来るわけ、ね、そうですよねはいこ3コンセクティブでいるかなバトルといやまあこれはあの何、ー、ていうんですかね まあその第ゼロ試合であっても出れない,はい、はい、選手がいなくなるようにっていう企画もブームもあるこれちょっといいアイディアというかね見るの方が面白いですよはい、はい、あのーまあ、僕もあのドンタク現地行かしていただいたんですけど、うんはい、あのー、通常よりもやっぱりなんつ着席率がめちゃくちゃ良かったです、ね、あ,あ本当ですか第ゼロ見たいと、うん、絶対見たいっていうので、うん、早かったですねやっぱね、うん いやー、僕、ヤングライオンだったら絶対やりたくないな,ないあの、焼肉20万円とかね、いろいろ。<laughs> はい、あ、そうそうそう。<laughs> 商品がね、具体的なのよ。具体的あの、一生だと1万円っていうのちょっとね、<laughs> はい、あの、あと5万円とか、結構。はい <laughs> リアルですよねリアルだからこそヤングライムはねまだまだこれから頑張ってギャランティーを上げていかないといけないんでねう嬉しいと思いますよねこれでもねいいんじゃないですかこのコグリンじゃなくてこのあれだボルチンとはねやったらこれいく可能性あるでボルチンは三立てする可能性ありますよありますよねはい いやーボルチンすすごいねボルチンまだデビューして何戦しかやってないのであのまああのー、道場でね他のデビュー前の若手と、うん、一緒に練習してますからねはそれでも基本的なブリッジマット運動受け身とかね、はい、すべからく華麗にこなすという超。 超人類というかこんな人が道場にいたらね <laughs>、はい、これで心折れますよね,ねい本当に <laughs> いきなり完全体が来たたで,、はい、で日本語もあのーはい、あそうですね、うん、はいかなりあのー、コミュニケーション取れるというかはあ、はあ、勉強しててそうなんですよね、うん 英語ではないんですよね、はい、ボルテさん、ね、まあ本来僕は母国語あると思うんですけど、どこだったかなウクライナってっんですね、ねだからそれこそ、日本語、ね、すごい勉強されてます、うん、いやこれはね、ちょっと今後、まあ、あとね、さっきちょっと、はい、あのプライベートで話しましたが、まあ、今この、ね、合宿所にたくさんいるっていうのもね、聞きましたんで。そうですね 岡田のテレビの企画があったじゃないですか、アラスコで受かった3名と、通常の新日本プロレス入門テストで受かった5名、五名、4名、かなりいて、今、道場行ったらわちゃわちゃしていますんで、僕、最近、ジム行くようにしてない。そこにボルチンさんとかいるわけですからね。ボルンね本当にあの 練習に加わってますからねすごいです一人だけでかいはい。ちょっと企画外すぎ一人だけブロックレスナーがいるみたいな感じブロックレスナーの下道場にいるみたいな感じですよねどうしたみたいないやもう本当に身長もよく幅も筋肉のつき方もねやばいですよね。鍛えてきますよねうん さあというわけですねあとまあちょっとどうしてもこのドンタクちょっと大きな出来事ありましたけども実際に聞いてみたいんですけどメインですよねメインは真田対広ロというまあねちょっと階級差の好勝負ありましたけど最後にあの方がはい帰ってきましたねはい辻溶太が辻溶太ですよはいいやあのタイミングでねはい 出てくるんだっていう。なかなか怖いもん知らずだなと。これはね。まあ、うん、でもやっぱ最近なかったですよね。ああいう。まあ、どう。まあ、やっぱないか。あんまないですよね。ただ、あのシリーズ中に。あの鷹のなんか、こう。誰が、が来るみたいな。はい、来週みたいな。なんか、鷹の目がきらめき光ってみたいな。はい。 あれがヨータだったんです、ね、そうですねあまああれもいろんな憶測をねうん皆さんの呼んでましたけど「辻くんか」っていうね,ねこれはちょっとうん、まあ、レインメーカーショック以来ぐらいのねこれはちょっとうんまあでもそのレインメーカーショックもね、はい、もう2012年だからそうですねだからあれから11年11はい いや、十こうやっぱ十年周期でね。そうですねな。なんたらショックは起こった方がいいんですよ。なんたらショック確かにね。はい。<laughs> 今辻選手のねそのキャッチフリーズは結構わからないですけど現時点では,はいはい。うん、まあでもちょっとそういう新しさを感じましたよね、うん。ね、だからその当時のシチュエーションを振り返ると、V 十一やって、まあ。 あの岡田凱旋はしたんだけども、はい、吉田氏との試合があまりスイングせずに期待感を上がらないままというか切ってたところで僕から一発で取ったからまたそこから一気にこうシニアプレスどうなってんだって注目度もね,そうですね観客同意もふカかと、はい、そこから伸びてったっていう歴史もあるんでねあれはやっぱり語り草ですよね、はいまだにやっぱり。うん、ただそのまた、ね、このまねこシシチュエーションは違えど、はい このコロナが開けて、はい、またも,もう一回みんなで頑張っていこうぜっていう時のショックはいいショックかもしれないわけです、ね。これはいいショックと。はい、まあ,あそんな悪い僕にとってはね。まあ、ね <laughs> 超ショックでしょう、ね。超ショックだ。<laughs> はい、このショックはちょっとね、はい、期待できますよ。うん、そうなんですよね。でもうその翌日かに帰って。帰っちゃったと。 でアレのメコでもう試合い,、ねね、いや辻選手、まあ、そしてだからその、うん、一発目がいきなりドミニオンとはいいやーむちゃくちゃねプレッシャーはあると思うんですけど <laughs> はい、はい、会社判断じゃないですかまあまあまあ会社判断っていうかまあそうですねだからそのできないと判断した選手にメインを任せないんですよ、はい ってことは CM 出るから陽太辻がすごいとかまあ向こうでの戦いをまあしっかり見てこれだったらいけるっていうある程度の確証が多分あるんですよねこの選手は任せられるとそうそうなるとだからこのあの登場だけではまあ辻の期待感は上がりきってないじゃないですか、はいはい、そうですね 真田もようやくチャンピオンを取って初防衛を果たしてっていうこのタイミングなんでこれは真田が堅いぞっていうねんか見方がされるところが11年前のまさに11年前のあの時は正直戦前はほぼほぼなかったですよね そうです、ね、まあだからその,あの1月終わってその2月までの1か月の短いシリーズ、はい、ねあったんですけどドミニオンじゃない、まあ、ドミニオンになってないか、えー、2月の大阪なので、はい、大阪に向けての逆に言うとタダさんがドミニオンで取り返したんですよねそう考えいや僕はねそ,あのそこで前哨戦で戦うじゃないですかあこいつやべえなっていうのは ちょっとヒシヒシとし、はい、だから、うん、あの時ほど、はい、あの岡田の評価と戦った体幹の実力がずれてる時はなかったですね、はい、つまりファンの想定と実質的にやってる選手の肌感覚、はいはいね、吉橋との、ね、凱旋試合でしかファンの人は判断する材料がないんですけどこう戦ってる肌感覚 <laughs> こいつ何でもできんだっていう。 ところのズレはあったですね。うんいやそこはだからどうなっ今度あのー、大阪城ホールで通じが挑戦するじゃないですか。はい、前哨戦なしですよね。あるんですかね。そこもまだまだ発表されてないのであ<ー>もしかしたら本当にいきなりタイトルマッチ、まあ、ドミニオンのメインイベントを。 来る可能性あります、ね、いや逆に言それちょっと見たいですよねそのいやそれ見たいですし全てが初めてで見るみたいなうんそれにあのやっぱ海外行った中ではい、はい、翔太成田、はい、上村、はい、辻だったらこの期待値行、はい、く前の期待値から行ったら一、はい、番では全然ないんですよね それが一番の形で理想的な形で凱旋曲するって、はい、これね他の選手にとったら悔しいし特に成田選手とかね,ねちょっと第1試合でしたからね凱旋<田>第1試合の6人タックで凱旋でしたから、はいはい、はっきり言ってノーテーマのうわそれが大阪城ホールのメインのタイトルマッチなんですかこの差別待遇 あと大阪城のメインの上っていったら東京ドームのメインぐらいしかないですよそうですね会場の大きさでいったら、ね、規模というか、まあ、まあ両国とかもありますけどその名前というかブランディングという意味では大阪城はやっぱもう12、うん、位を争う大会ですから、うん、これいきなり来て取ったらこれ、うん、いやー もうジーワン焼け野原みたいな感じですよ。<laughs> どうすんだこれみたいな。ジーワン焼け野原ですよ。ジーワン焼け野原。<laughs> 始まる前から焼け野原みたいな。本当ですよ。だから、そしたらブロック上げとかもさらに注目度が高くなる。そうですね。じゃあ辻選手入るのか。いや、わかんないですけどね。勝つかわかんないですよ。それは。真田選手は防衛して、うん、そのまま突入。したら、まあ、それはそれで、また、あ、テーマ。え、うん、真田選手も、これは負けらんないですよ。いや、絶対負けらんないですよ。ね。 あん俺が言うんだからそうですよね <laughs> レインメーカーショックの当,時当事者が言うんだからこんな、ね、これ以上の説得力はないこんなに嫌なことはない,ないですか <laughs>、はい、<laughs> 何が嫌だって言っても、はい、凱旋帰国一発目でね、はい、行かれたら、うん、だからねこれはちょっと見逃せないですねーいやー楽しみですねうん 僕は、だよくちょっと、その、ね、岡田選手が取った時の話を聞くと、高、はい、部さんと聞いたのかな。はい、もう控え室が、はい、みんな絶叫してたと。はい、おわはい、みたいな。はい。グッ、は、もう、選手も絶叫するぐらいのショック。はい、あの、セコンドについてた、長田さんが立ち上がって、うろうろしてましたから、ね。<laughs> おおっっ、長田 <laughs> さんも。はい。もう、びっくりするという。そうですね。また、あ、当時のシチュエーション。 本当にあのねずっと長く見てくれてる人がいるとしたらそれぐらいね盤石だったんですよいやそうですよ自分で言うのもなんですだってずっともう一番もう一番こうんですかもう最高の道を1年かけてはい MVP も全部取ってトスポ取ってそうですねでっていうところで34歳でしたね僕あの時ねはいうんいやこれはちょっとねうん 見逃せないですね、ドやでもあの1年今思うと楽しかったな<お>今は GP がビッグマッチで大体やる大会が決まってるんですけど月1でしたからねそうなんですよ。月1ヒロシ。 キチヒロシ、そしてあの、はい、なかなかあの帰ってこないっていうあのね、はい、<laughs> ずっとあの,、はい、<laughs> あのマスコミがずっと待ち望遠鏡を比べて必ずリング上でリングのね周りを徘徊するエア、はい、ギター3回弾いてリング回ってねそうですよねいやあの時のねまあねいやこのやっぱ福岡大会ねあのいろいろタイトルマッチあって えー、メインの試合があったんですけど、やっぱ辻の登場が一番こうプラス的な話題には一番大きいですね。いやそうですね。ねからここは本当にちょっと、うん、まあちょっと命運を握りますよね。シマ、ね、はい。は <laughs> 時間焼けの腹あるよ。<laughs> 時間焼けの腹状態。 どうすんだこれみたんなみんな g 1に向けて心の準備をしてるのに g 1どころではないっていうこれこそが g 1焼野原がブロック分けがどうなるかとかもう飛んでもないねいや今年はね g 1出れるようにまた頑張っていかないといけないですねうん。 いやこれはちょっとね、はい、ということだけどだいたいお時間が来ちゃう最後にあの一緒にラーメンって書いてありますこれ大丈夫ですか、はい、これ触れなくてあこれはあのー、えー、その福岡から、はい、帰ってくるときに食べようと思ったんですけど、はい、食べなかったんです、はい、おえらはいうん あ何なら空港とかにもあるじゃないですか空港もねラーメン道場みたいなのあるんですよいろいろあって最後の最後でありますよ福岡空港どうですかみたいなどうですかそうそう有名店がね有名店がな今ならまだ僕振り切りましたねあっえらい振り切ったんですけどこの間唐津に行ってあっ唐津唐津に行って福岡空港から帰ってくるときに行っちゃった2度目のはいその中でも一番こってりなとあら あるんですよね最後の気が緩んだ時いやもう二匹目の土壌がねえいたんですよどうまだ行けますよでこのサイヤも僕もねちょっと計算して食べてますけどこのね食べたところからそのアメリカ大会までの三週間あれば きっちりこのラーメン分のカロリーは消費できるとラーメン一杯3週間ねそんなに大変なんですよラーメンそうですよはいねいやというね今後のね辻の動きにも注目だしね元付き人ですからねいやそうなんですよどこで棚橋がしゃしゃり出てくるかとこれはねおい辻偉くなったなとこの付き人チャンスがありますから 1回だけ有効なこのね初代付き人はーンというそうですねはいみんなみんな反対性にいっちゃうっていう僕がついてる時何か嫌なことあったのかなそうですね大体みんなみんな行っなのね戻ってはいというわけでお時間来ましたけどもいやこの福岡大会を経て一気にまたはい 面白くなりましたねねそうです、ねね、またちょっと新しい流れが見えきましたので。というわけで最後に告知です。はいえー、新日本プレスは、えー、現在ジュニアのシリーズを真っ最中に、ね、スーパージュニアが各地転戦し始めております。で基本的にヘビーの選手はお休みなんですけども、はい、ちょこちょこ参戦する選手もいるのかな,いかなということで,す、ねはいでえー、このねジュニアの大会は全戦ライブ中継ということなので。はい 遠方でちょっと遠いかなという方は、ニオンプレスワールド、テレ朝チャンネル等うで、あと、阿部マも見られると今後、ちょっとまた増えていくみたいで、5月26日ですかね、準決勝の代々木大会もありますので、そして5月28日、日曜日は大田区体育館、日曜日なので、ぜひちょっとね、ご来場いただきたいと思います。 はい。どうですかね。ねはい、はい。というわけで、以上棚橋弘之のポッドキャーストでした。ありがとうございました。ありがとうございました。